はい、たけしです。ギグス7月号ギアナビ、今回の動画で紹介するのはこちらです。じゃじゃん、出ました、スクワイアのコンテンポラリーストラトキャスター HHFR と。ストラトなんですけど HH ということで、これちょっとわかるかな、ハムバッカーが2発搭載されていると。しかも FR ということでですね、フロイドローズがこっちもなっているということで、でまあハムバッカーなんでストラトとはいえ弾くと、お、太いっすよねやっぱね。で今回このスイッチが結構独特で、 5way なんですけど、こうタップとかはないんですよ。その代わりこの 5way で音色全部切り替えるという。今これリアだと、リアのハムバッカーが鳴ると。でこれ1個ずらすと、シングルシングル、いわゆるもうこれタップされた状態が急に出るわけですね、ハムバッカーから。お、これはでも使いやすいかもしれない、曲の中で急に行きたいときは。いわゆるだからハーフトーンっぽい感じなんでしょうねきっとね、この前と後ろの両方鳴ってるシングルというか、ね、でセンターポジションにすると、ハンバッカーのこのブリッジ側とネック側が鳴ると。でもう一個倒すと今度はネック側のシングルが、お、で最後に一番こっちまでネック側まで倒すとこのネック側のハムバッカーが鳴る。使いやすそうなキャラはここだけで出るんで、こう演奏中とか切り替えるのは確かにこれ楽かなと思いました。ハムバッカーに戻してちょっと歪んでみますけど、歪むとこんな感じなんですよ。やっぱりパワーある。結構激しくやってもまあロックされてるんで大丈夫です。で、まあ、歪んだ状態でちょっとこう切り替えると、これハーフトーンかな、でフロントと。結構ね、なんで、複雑なこう操作なくして割と直感的にいろんなシングルコイルだとハンバッカーの音を出せたりとか、いろいろでフロイドローズもついてますんで、こうアーミングプレイなんかもいろんなことができるんじゃないかなと思いました。ということで今回はエスクワイアのコンテンポラリーストラトキャスター HHFR ご紹介しました。